今日も訪問者は路地をさまよい歩き、獲物を探しています。信号機の光により赤く染まった道路を踏み越え、家々を覗き込み、ある行動で餌食とする人間を選んでいるのです。その方法とは、ほら聞こえませんか。自宅にいれば必ず聞くことになるあの音色、訪問者の声を。中学生のたけしは夏休みでした。夏休みともなれば普段の勉強から一時的に解放されます。ある少年はスポーツを、ある少女はショッピングを楽しみ、たけしの場合は外であまり遊ぶことはなく、自室でパソコンや漫画を読むのが日課でした。夏休みの宿題もありましたが、自室にいる割にはあまり進んでいません。理由は長期休暇にありがちな倦怠感。何をする気にもなれず、とりあえず漫画を読んでしまう。気がつけば眠り込んでしまい、夕食を食べ損ねてしまうこともありました。そんな時は、あとため息をこぼし、また漫画を読む。夏場の熱気がムンムンと部屋に立ち込めれば、クーラーのスイッチに手を伸ばし、涼しくなったところで再び布団の上に転がり漫画を手に取る。そんな夏休みを過ごしていた時でした。突然父と母が友人からの誘いで出かけることになり、たけしも誘われたのですが、やはり乗り気にならず、一人で留守番をすることとなったのでした。二人が帰ってくるのは翌日の朝の予定。家に一人ということは何をしても叱られないということで、やる気が起きなくなっていたたけしも少し遊ぶやる気を起こしていました。父と母が出かけ、たけしは隠してあったスナック菓子を大量にテーブルの上に並べると、漫画を山積みにし、一番上の一冊を手に取ると布団の上に寝そべりながら読み始めました。結局やる気が起きても他にやることが思いつかずに、宿題をやる気もならず、たけしはいつも通りの行動に出ていました。ふと窓を見ればもう外は暗く、すでに9時を過ぎているようでした。夕飯はすでに食べていたため、あとは風呂に入るだけでしたが、それも乗り気にならず、たけしはこのまま寝てしまおうと体の下に敷いていた布団に手をかけました。とそこでたけしの耳に何かが聞こえました。チャリンチャリン、それはチャイムの音でした。こんな時間に誰だよ。知らね。たけしは眠ろうと思っていたところに唐突にやってきた訪問者に嫌気がさし、居留守を決め込もうとそのまま布団に潜り込んでしまいました。電気はついているけれど、出なければ眠っていると思うだろう、そう思いました。普段からたけしは訪問者に同じような対応をしており、今回もその癖が出てしまいました。チャリーンチャリーン、もう一度チャイムの音が聞こえましたが、やはりたけしは動こうともせず、逆に眠りにつこうとしていました。電灯が少々まぶしい中で、それが夢へと続く光のようにも思え、うとうとと意識が遠のいていきました。よし、このまま眠れるとたけしが思った時でした。いるのにいない人いけないんだと、すぐそばの窓から甲高い声が聞こえました。声変わりをし始めた少年が無理やり高い声を出そうとしているような声でした。たけしは眠気も吹き飛び、驚いて飛び起きました。誰だ。たけしは強気な声で窓に向かって怒鳴りましたが、反応はありません。ただ窓の方から悪意に満ちた視線だけがひしひしと伝わってきます。窓はカーテンがかかっているために外の様子がよく見えません。しかも窓の外は2階で、ベランダなどはなく足場すらないはずが、明らかに先ほどの声は窓のすぐ前から聞こえた声でした。たけしはそのことに気づき、恐怖を感じながらもゆっくりと窓に近づいていきました。足元に落ちていたスナック菓子がパリパリと音を立てて砕けます。まるで強しを、違う、たけしを警告しているようにも聞こえ、緊張感が高まりました。僕は怖くないからな。カーテンの端をつかみ、少し震える手で一気に横に引きました。シャー、
カーテンが耳に痛い音を立てて流れます。目の前にあったのは窓、ただ何かがぼんやりと窓の向こうにあるのが見えました。まるで何か人の形をしているような、そうでないような、それがぼんやりと窓の向こうに漂っているように見えました。たけしは目を見開いて窓に顔を近づけました。するとそれもゆっくりと窓に顔を近づけるような仕草をします。窓に映った自分だろうかとたけしは考えました。そしてそのまま窓に顔を密着させるように覗き込みました。ギャーッ、たけしは窓から飛び跳ねて離れました。突然窓の向こうに見えていた自分だと思っていた顔が顔を歪めて笑ったのです。本当に楽しそうな顔でした。まるでからかって遊んでいるような無邪気な子供の顔でした。あ、けれどそれはあまりに恐ろしい表情でした。たけしは窓を凝視してその場に凍りついていました。が窓にはもう顔はなく、ただ真っ暗な闇が広がっているだけでした。キャンキャンと不意に窓の外から声が聞こえました。それはたけしが飼っていた犬太郎の鳴き声でした。まさかさっきのやつが太郎を、そう思いたけしは部屋から飛び出しました。太郎は小学生の時にたけしが公園に捨てられていたのを拾ってきて、そのまま可愛がってきた犬でした。太郎、慌てて階段を駆け下り、たけしはドアの前までやってきました。親がかけていったのか、ドアには2つの鍵がきっちりとかけられていました。その一つを急いで外したとき、ドアの横にある窓を何かが横切りました。窓が一瞬で真っ赤に染まりました。太郎の血に間違いありませんでした。続けてべちゃべちゃと窓に血が降りかかりました。誰かが太郎の血をわざと窓に振りかけているのです。ギャーとたけしは悲鳴を上げると、開けた一つの鍵をかけドアから逃げました。ギャーかけや、あの笑い声がドアの向こうから聞こえました。窓に真っ赤な手の跡がベタベタベタとつけられました。たけしは家中の鍵をかけると2階のトイレに立てこもりました。家の中で鍵がかけられる部屋はそこしかありませんでした。便座の上に座り、冷や汗を流しながら、たけしはじーっと時が過ぎるのを待っていました。立てこもってから数時間が経過したとき、たけしは気がつきました。電話。そう、あまりの恐怖から電話のことを忘れていたのでした。警察でも救急車でもいい、警察を呼ぼう。たけしはそう思いましたが、トイレから出るのが恐ろしくてなりませんでした。もしも、あいつが家の中に入ってきていたら、太郎を殺したあいつが。目の前に太郎の真っ赤な血の色が広がり、たけしは動けませんでした。恐怖の中でたけしはイルスを使ったことを心から後悔しました。こっち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 、トイレの音が、時計の音がトイレの外から聞こえてきます。トイレの窓を見ると外がぼんやりと明るくなっていました。午前4時を過ぎたあたりかもしれない、そう思いました。その時何かが窓の外に見えたかと思うと、窓がブンッと大きく叩かれました。何か大きなもので、あれが窓を叩いているのです。入ってますか、入ってますか。茶色と赤の混ざったものが窓にぶつけられます。それは太郎の首でした。ギャーとたけしは窓を押さえつけてガタガタと震えました。正面を漏らしてしまいそうな恐怖がこみ上げます。その時何かの音が聞こえました。チャリンチャリン、チャイムの音でした。誰かが別の人が訪ねてきたのでした。助
けてとたけしはトイレの鍵を外すと一気に外へと駆け出しました。階段を降りてドアの方へと飛びつきます。ガシャーンと2階で窓が割れる音がしました。あれが窓を破って入ってきた。助けて。たけしは必死でドアに飛びつくと鍵を外し始めます。たけしか、鍵をどこかにやってしまってな、開けてくれ。ごめんなさいね、この人そそっかしくて。両親の声が聞こえました。犬の血はきれいに拭き取られ、事態に気づいていない様子でした。助けて、お父さん、お母さん。たけしは叫びながらドアの鍵をようやく開き、外に飛び出しました。すぐたけしは温かい体にぶつかりました。その体にたけしは力の限り抱きつきました。いけない子ね、たけしは。そうだな、いけない子だ。いけない子はお仕置きだな。そうね、お仕置きね。殺してしまいましょう。そうだな、殺そう。たけしの上で二人の声がしました。たけしは見上げました。父と母の体がそこにありました。父と母の楽しそうな顔がそこにありました。父と母は口を大きく開いて、そして数日後、行方不明になっていた吉野武の死体が自宅の物置から発見されました。死体は頭部が切断され、犬の胴体に縫い付けられていました。犬人間と血文字で書かれた紙を加えさせられて、胴体は未だ見つかっていません。そして両親はバラバラに切断され、近くのゴミ捨て場にばらまかれていました。今日も訪問者は路地をさまよい歩き、獲物を探しています。信号機の光により赤く染まった道路を踏み越え、家々を覗き込み、ある行動で餌食とする人間を選んでいるのです。その方法とは、ほら聞こえませんか、自宅にいれば必ず聞くことになるあの音色、訪問者の声、チャイム。